廃業おばあちゃん時々あしゃご大根パ鬼しめ鬼しめ鬼しめ何がこれ鬼しめ鬼しめって昔の人何のことを何のことをじゃがいもとかさじゃがいもだね大根とか人参とか里芋とかとこう一緒に煮るやつを昔の人はおにしみつ今何て言うんだっけでも分かんない煮物煮物どういう意味おにしめってどういう意味何かいろいろ混ぜて寝ることかなんだな、わかんねえんだけどよ。明日、耳鼻科？明日耳鼻科ダメ、耳鼻科ダメ。ん？耳鼻科。明日。明後日でもいいんだって。どちらもいいんだって。どっちでもいいんだって病院で言うわけ予約じゃないから明日でいいようんほんで時間早がる買い物買い物も行く明日明日はが仕事休みだから朝子供たち幼稚園に送ってくの頼んだから早く行ける迎えに行くとき頼んだあそっか送り何時に出るえ何時に出る保育園も幼稚園も送ってってくれるっていうのそうで何時か8時半ごろ行ってみっかうんあんまりあれでや車止めとこないとさねえからな。うん。じゃあ、ここな。うん。今日は、あやちゃんが来る。あやちゃん。あやちゃんが来る。うん。あ、そう？しばらくこの方どうなの？アデノウイルスっていうアデノウイルスにかかってその後にもかかったからしばらく来れなかった。いろんな病気ってなんだな。今日もいるのかんでいたんだ、昼間。今日はいない。レオ、レオ、今日から
パンツで登園した。え、パンツで登園。バスで。パンツ。バス。パンツ。パンツ。今まではおむつで行って向こうでパンツの練習してたけど、今日からパンツで幼稚園。おむつしないで。そう。大丈夫か。わかんない。あっちゃんねよ。大根掘って、うん、後つけるやつ洗ってもらう。あ、まだつけるの？まだつけない。いくらかみんなにやったりしと、うん、そんなにいくらよ。うん。つけちゃう。あっちゃんに掘ってもらう。うん。洗ってもらう。土曜日暖かかったよね。ああ土曜日。土曜日何ね。暖かかった。19度。ああ、そう。12月なのに。風がなんかで暖かいんだけど、今日は風がね。うん。手の取りまだつけてね。うん。元はまだあるの？あ？麹漬けの元。うん、麹漬けのやつ。麹漬けの元のやつ。まだあるの？麹漬けの元だったら来るの。うん。まだあるんだけどこれ。そんなに水出るんだ。え？そんなにびしゃびしゃになるんだ。なんだかびしょびしょになるんだ。水が出んで大根がだな。小さくなっちゃうね。うん。それは何？困っちゃう。味噌届いた？味噌届いた？まだ届かないのよ。明日行ったらまだ紅茶も買ってくれたもん。あやちゃんもう来たみたいだから。あやちゃん来たって。あやちゃん来た。また後で来る。うん、いいよいいよ。うん、たくあんだけもらってく。たくあん。うん、あやかんも帰っとけ。いいよ。はい。あやちゃんが出かけてる間、預かり。ああ、ママはほんで、行ってんのかどっか。そう。
ヤクルト飲むか。飲むって。どこ一緒。ああ、預かってんのか。恥ずかしいじゃん。はい、頑張りさん。これが今これがよく出ないんだよ。待てろ。はよ。うまっ。どうだ。おいしいか。おいしい。あれ、そういうまい。でもここですな。大丈夫、そこでいいよ。おいしいね。うん。おいしい人手あげて。おいしいでしょ。あくびのすごい。カスが弱くなっちゃってダメなんだ。ペリ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 。人が変わったあたりなこれ前だけ弱くなった暑すぎるんだと思う。暑すぎるから勝手に弱くなってる。もう出つけてる。もう出つけてきてこんなとこもあるんだよな。全部食べてどうぞ。ハチャオね、ハチャオね、僕にただ。